さあこの田んぼなんですけど、ここ見てください、この景色すごくないですか。この原生林で後ろがこうブナ帯で最高のこの田んぼ、ここでなんと僕のお米をここに植えようかと今計画しております。来年春にここに田んぼ稲を植えて、そして僕のお米を作ろうかと思って思います。これどうですか、この棚田最高じゃないですか。環境がね、こんだけの山からこう自然の水が降りてきて、このお米食べたくないですか。私自問前ここにしようかなと思ってます。ちょっとこれちょっとこの環境をみんなに見せたかったんですよね。いや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 、最高じゃないこれ。見て、ここその辺で行くよ。どうですかこのこれ自問前、これかーって植えたらこれかなり美味しいお米なんじゃないかと思うんだけど、環境がいいですよね。ブナとかそういう自然の一番綺麗なところで原種のコシヒカリを植えようかと思ってます。いいでしょこれ、ここいいね、ここ最高。お米食べたいと思う方、ぜひとも来年の秋の収穫の時どうなるか楽しみにしてください。ここで自問前植えようと思います。ああ、いい時来た、これ見れてよかったわ、最高だわ。ああ、気持ちいい。この田んぼが私の植えてどんなお米になるのか、乞うご期待でございます。今回はこの田んぼを見に来ました。はあ、もう一箇所あるんですけどね、いろいろ考えてます。あ、この田んぼがどうなるのか、自然のことはわからないからね。でもお米ってやっぱり僕大好きだから、自分のお米になるとなると とたまんない、興奮してます。私はやっぱり飛来してです。なんと飛来してうざチャンネルやってから人がいっぱい来すぎちゃって、ものすごい人数でもう車も飛べれる状態じゃなくなってます。困ったもんだな、これはな、こんな人気になると思わなかったな、誰もな。かぼちゃ売ってる、すごいな。これでですね、大家さんに挨拶しに行きます。この飛来してほら、出た、キノコ入りキノコそば出た、これですよ。おやさん今忙しく働いてると思います。このそば屋さん、こうやって並ぶ前に記帳して僕ら桜井さんでこうやって書いてます。おやさんごめんね、いろいろ迷惑かけて、すいません、いろいろ大変なことになってすいません。また今日もよろしくお願いします。あーすごいわ。3人です。はい、3人です。すごいことになってます。みんな記帳するのが必死です。いやー、田上線の駅、大城川駅
大城川駅です。これ景色がねまたすごいんですけどね、こうやって川の音がねずっと聞こえてるんです。こうやって何回ここで食べたんでしょうか、僕らは。ここで何回この景色を見ながら食べたんでしょうか。秋は秋で最高です。大城川駅、そこにある平石亭さんが僕が一番大好きなお蕎麦さんなんですけどね。いやいやいや、こんなことになるとは。人がいっぱいいすぎです。自分が悪いんですね。 YouTube うざチャンネルの力かもしれませんけど、うざうざうざ、何がうまいって毎回やってますけど、この水です。これが何これ、水がめっちゃうまいんだけど、ん、この水のうまさはちょっと別格だな。ついついおかわりしちゃう水です。水がうまい、あります。うわ、染みるほど水がうまい。これがここで作られているどぶろくセットっていうのと、すごくないですか、漬物がなんか光ってて美味しそう。どぶろくセットの舞茸です。舞茸と、あとこれは春菊だと思うけど、平茸、舞茸、春菊、はい、あとピーマン、ピーマンとかね、野菜ありますね。さつまいもありますね。これ美味しそうや。これも天ぷら揚げたて。うわー、どうぞどうぞ。ピカピカですこれ。これピカピカ、すごいよ、ピカピカだわこれ。すみません、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。お待たせしました、お蕎麦になります。すげえ、このお蕎麦の光り方っつったら、この天ぷらのすごさっつったら、たまんないわこれ。綺麗。お蕎麦自体をさ、まずこれとこれ何にもつけないでこう、いろいろ言う人いたのよ。塩でさ食べないのとか言ったけど、まんまこれで。うわ、小鉢、お待たせしました。はい、これ、すいません、木の芽と山菜の油炒めです。たまらないですこれが。このね、もう毎回同じの食べてるけど、キメンソメのこの白ワイの、おいしい。あ、なにこれ、とんぎまいたけ、とんぎまいたけですね。とんぎまいたけ、うわー、すみません、とんぎまいたけサービスで、とんぎまいたけ、なにこれ、ブラに出るとんぎまいたけ、とんぎまいたけ、うわ、味がすごい。おい、鳥さんだと分からんでさ、本当にいろいろしてくれた感じねえ、これやっぱりこの蕎麦はおつゆをジャブ漬けにしてぐゆっと食った方が美味しいね。うんうんうん、美味しい。のどこしがすごい。全部ピカピカしてるね。今日は貴重した人数全員で、もう今日の朝時点でもう夜までで終わりでしょう。2時までで終わり。この飯うまいわ。この美味しさわかんの時間かかるかも。そばもう打ちっぱなしになっちゃったね、お父さん。そうです、こんなにさ流行っちゃったらもう大変だわ。うん、コシ
と喉越しがこう特徴かな、この店は。噛み締めて味わうそば、いらして。で、おつゆにこのそばは、ジャボ漬け。おつゆにジャボ漬けのはこの店のそばは合うな。おつゆにジャボ漬けしてこれを。うざ今回はこれを狙ってました。秋のキノコそば、キノコのこの入ってるこの、あ、すごいね、キノコの量がすごいわ。ほらツヤツヤだ。出汁出てる、キノコの出汁が、うわこれどういうこと。いろんなキノコの出汁がおつゆに出てて、あ、これはもう山の宝物がいっぱい入ってる感じです。来てよかったな。しみじみうまい系だな。なんだこれ、何味って言えないね。ありがとうって味だな。うざうざうざ、うん、の水が最高、水が最高。自問米候補地のこの田んぼ、これもいいね。おいおいおい、これもいいな。水の感じとかこれはいいな。環境最高だね、最高。わ、これはまたいい。このお米は美味しそうだ。周りにね、こういう自然しかなくて、この棚田はすごくいいですね。田んぼすごいよこれ。この田んぼも、もしかしたら自問前になるかもしれません。今いろいろ考えてます。環境を見ながら場所を決めるね、すごいよ、すごいな、最高です。背中はこんな感じですね。すごい風土でしょ。こんな風土の中で自問米をこの田んぼで作ろうかと企んでおります。春に田植えがあるから、その時また来ようと思います。いや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 、これはいい。この田んぼも最高、さっきのもいい、これもいい、どっちがいいか分かんないぐらいいい。うざうざうざ、またここも、あ、ここもいいね、すごいいいですわこれ。ほー、広いし、風土が最高、周り何もない。見てくださいこの景色。恩気町、季節外れの蝶も飛んでます。これすごいですね。これ1枚ってことですか。そうですね、まあ、1枚か2枚か、2枚かって。わ、ここもすごいな。どれも捨てがたいね。どこがいいんだろう。ここ環境最高だね。土をちょっと、あ、ほら粘土質で砂が入ってていいですね。水はけ、水がちゃんと溜まってて、あ、いい、いいよ、環境最高、決めがたい。
自問前決めがたいよこれ、どうしよう。全部いいじゃないですか。これも最高。水のあれがどうなのかね。持っても結局持ってこれんだもんね。あ、持ってこれ、山の水が全部入ってくるもんね。良すぎて悩みが出てきました。どこを自分前としましょうか。うん、最高でも場所は。さあもう一つ田んぼを見に行きます。これが一番上にある棚田だそうなんですけど、環境がすごいね。これはこんなさ綺麗な場所に田んぼがあるのかって感じしません？これです。自問米はこういう環境を選ぶ。普通のお米作ってもしょうがないし、土も最高、稲も選んで、いやいやいや、これどうなるか。ここの上は、おお、買ってんだ。ここ人が通るように、うわ、すごい綺麗なとこじゃないかこれ。うわー、お、鈴木野の間が開いてきた。うわ最高だなこれ。あら、これはちょっと理想郷って感じだなこれ。うわーすごい、この田んぼはすごいわ。うわ、うわ綺麗、景色も最高だけど、この棚田はすごい。365全部これ大自然じゃないですか。すすきが綺麗。ちょっとこれ見て、ここで自問米を作ろうと思います。環境が良すぎる。こんなとこのお米ってさ、人がここに上がってくるのも大変ですけど、自然がすごすぎる。これをさ皆さんに、あのここでできたお米って食べるだけでちょっとありがたくないですか。だってこれ以上上に人はいないんです。熊しかいません。熊しかいないところでこうやってお米を作って、山の聖なる水をもらって、こうやって稲穂、これ何、これすきからも飛んでくる、このうわ、秋は美しいけど、これまただんだん雪が降ってきて厳しくなるんでしょうけど、来年の春に稲を植えてここでお米を作ろうと思います。あ、これ決定です。決定、自問米はここ。大きい声言ってますけどね、ちょっと焦っちゃいます。四つ葉のクローバーありそうです。ここ下見て、ほら四つ葉のクローバーありそう。時間なくなっちゃうからやめますけどね。いやこれちょっとすごくない？いや後ろなんか孫悟空出そうです。孫悟空がうわーって均等に乗って出てきそうな感じですね。最高、来てよかった。ここで自問米作りますから、皆さんこの YouTube をうざチャンネル見てる皆さん、自問米食べてみたくありませんか？ここでお米を作ります。ネイチャー、ありがとうって味だな。